お疲れちゃんです、ラットです。今日からですね、新企画ミラーハッセンドやっていきたいと思います。ということで、こちらのね、僕が昔に作ったラット式ミラーデッキを、まあ、基本的に使いながら今シーズン8000目指そうかなと思います。どうなんだろうな、いけんのかな。まあ、今季ロングシーズンってのもあって、まあ、いける気はすんですけども、ちょっとユニレベがね、やや足んないです。はい、ラットアカのメインの方は普通にね、まあ、ロングシーズンなので最多更新目指しつつ、トラゲもしたいんで、ちょっとこっちのねサブアカでね、8000度もね同時進行でやってくれたらなと思います。でユーノとかは本当はねゴルナイでやりたいです。ゴルナイでやりたいけど、マジユニレベ全然ない、マジで足んないっすね。チャンピオンがマジでユニレベ相当課金しねんとね、完走しねえんだなっていうのをね、ちょっとサブアカ使っててね、なんかしみじみ思います本当に。はい、ということで、今期は2アカねやっていきます。なのでいつもよりどうだろう、クララ動画上がるかもしれませんかもですね、もう僕の気分次第みたいなところはねありますね。まあ早く完走させたいかな。なのでクララパスも買いました。現在5300か。まあ5300なぁ、いや、やんな、つら。ちょっと待って。5300って、8000まであと何ぼだ。2500ぐらいか。まあ、毎日100ずつぐらい上げていければ、まあ、理論上8000いけるよね、ということで。まあ、なんだろうな。どっかのね、やっちゃうよさんみたいに、罰ゲームとか僕はね、あんまやりたくないので、そういうのを決めようとは思ってないんですけど、まあ8000目指します。はい、気楽にね見てもらえるといいかなと。8000いけたらいいよねぐらいの感覚でね、そうやっていくんですけど、どうなんだろう、普通に渋いのかな。なんかデッキがさ、なんで何のトルネやん、延命したかったもんな。いやでも意外とこの辺でねちょい苦戦してます。トロ5500もいってないぐらいですね。まあ、ユニレベを早く完走させればなっていうのと、いや、めっちゃ嫌な目。完走してなかったらどうなんの？今の時ってなんかタワーレベ13で8000とかいるんですよ。そうけど、ユニレベは全部完走してるよみたいな。逆で、タワーレベは14なんだけど、ユニレベが完走してないっていう人はいいのかな？どうなんだろうね。基本タワーレベ13で頑張ってる、ユニレベはマックスですよっていうのが多いイメージがねあります。さあ、ということで、まあこのデッキはお前絶対雑魚デッキやんってね思う方も多いと思うんですけど、まあそのまあ本当そうなんですけど、別に強いデッキってわけではないんですけど、ただ楽しいから僕は使ってるよねっていうやつですね。よいしょ。さあ、いらねえミラーウッドでもしときましょうか。いやマジで負けそうなのでゴリ攻めます。マジこのデッキはね、ほんと結構昔に作ったので、最近のなんだろうな、ほんとエレジャイとかか、もう来ると、ね、お前、なんやねんって、エレジャイ早く、顔してくんねんって。結構顔されたっすけどね。そうなっちゃうので、まあどうなんだろうな、ほんとに、まあ基本的にはこのデッキを使うものの、なんだろうな、ちょいちょいいじりながらね、中身動かしながら戦っていきたいなと思いますね。そう、これもゴーレム下げちゃいたいね。まあゴレバカとかでもやっぱ痛いので、本当に痛い。待って、やばい、お願いやめてくれ、バルキリーやめてくれマジで。待って、なんか言うのが、言うのがちょい脆いね。さあ、これ8枚ゴレ来たらもう守れないので、もうね、いや守れるかな、スケとトルネとウッドぐらいでキング起動できそう、ワンチャンですけど、おい、そうナイス。ということで、いや、8000。8000いけんのか。いや、ちょっとね、ガチで、まあ、いけるかいけないかぐらいの、まあ、やつの方がね、おもろいと思うので、ちょっと8000目指して、多分ユニレベは、最終的には全部完走すると思うんですけど、ある程度持ってるものほとんど使ってこれなので、まあ、指南書ぐらい使ってもいいか。ディガーですね。ユーノとかの枠は、最終的にはゴルナインしたいんですけど、多分絶対カード集まんないので、まあ、ユーノは、ゴーストぐらいかな。さあ、これですね。あとこの辺はね、ちょっとカードが、んにゃー、めっちゃ惜しい。あとちょっとで完走です。熱い。
さあトルネもなんならあれなんかさっき開けたんだけどパスが厚すぎるんだな。さあということである程度は完成しましたね。まあ、2.3 めちゃくちゃ高回転です。まあ、気になった方いましたらぜひね、まあ、いなさそうですけどねこんなデッキやってみてください。いや昔は強かったんですよ昔はね。最近じゃあもうヘッポコデッキでも強い相手には強いんだよな。ホグとかいやー構えておけばよかったですね。ホグとかバルーンとかなんだろうな、まあ、クロスとか引くとねもう発狂ですけど、クロスって当たるって考えるとウッドをやっぱねロリババにしたいだとか、まあプリンセス吹き矢がいいだとか、まあいろいろあるわけですけど、ゴールナイがいいとかね、まあ、ちょっといじりながらやっていこうか。ミラー八千道なのでミラー入ってれば一応何でもいいっていうルールでやっていきます。はい、何でも別にこんなヘンテコデッキでもじゃなくてもいいんですけども、なミラー入ってるデッキで8000いってもまあなんだろうな普通だよねというか、まあ別にミラー強くなったしってなるので、まあどうせならミラー入ってて、おもろい方がいいかなっていうので今回この基本2-3ミラーデッキでやっていきます。ほい、そう気づけばもう間のターンも2500ですからね。ね、よいしょ、まあしっかりね、あーだるい、ラッターガンの方もトラギをしたいので、よいしょ、またねしっかりデッキ紹介とかの動画も出してはいきます。さあメガニーティ君おいしいですね。メガナイトなーマジで減ったっすね間違いなく。なんか下方来てめちゃくちゃ痛い下方かって言われたのがむずいですけど減っちゃったっすね。うい、滑り込み怖すぎ。さあしかもディガーを縦にしてね頑張ってもらう。いやーこれウッドで、いやー飛べるんじゃね、熱い、いやガチで熱い。1500トロ53、まあ53といえどまだリセット直後なんで意外と相手も強いのか。さあスケコウモリ、いやーこれはやばい、待って、痛すぎあるあるあれなー、マジどうにもできないかな、本当に見てからできるようなもんじゃねえ。さあでマスキが、あー来ないか、いやー勝ちましたね。うん、まあさすがにねこの辺りだと、うん、手こずりたくないな。でもどうなんだろうな、完走してない、してないとゆえ16レベがある。いやー熱い、しかもこれユウの走りながらのウッドでしばきながらのディガー、これザップくるかな、まあ来ても耐えれそうですね。はい来ました、これがやりたいだけですねぶっちゃけ。でここにユニット出してきたらあなた橋前プリンは守れないですよねの卑怯技ですね。オーケー、さあ、まあ、基本的に高回転はまあ相手が高回転だったらちょっとキング移動してね、はいやって、重量級だったらねマジプリンセス5、6体出すイメージでやっていきましょうか。スパーキーとかゴレとかラバとか、まあ、ほんとプリンセスプリンセスミラープリンセスプリンセスミラー、あーずるやん、ちょっと待って、なんもねえんだけど、なんで、うーんいた、あでもタワルム13だ、かわいいなね、縦線 12? 本当になんか申し訳なくなってくるな。さあボーリー来る、あのボーラーはねちゃっちゃキング起動したいな、積極的に攻めていこう。んーてー、これプリンセスを餌にキング起動しちゃおうかな。プリンちゃんごめんね、引かれてくれ石に。さあでこの線路上にしっかり、ああうまい、でも相手もキング起動警戒してる。え、トロ5300でさキング起動警戒してくるもんなん、うますぎん、本当にやばいよねやばいよね、わあめんどくさーい。まあこれはゴーレムをキング起動したい用の逆サイ攻めますね。ゴーレムをスケとウッドで内側に寄せてあげます。はい、わあゴレボーラーか、ちょっと新しいね。
あ、待って、やばい、俺のあれがちょっと悪すぎてさ、内側というか良くない方向に行っちゃったね。さあウッド2周で、おい、内側に寄せて、キングギド、キングギドしちゃえばね、あーやばいやばい、キングギドしちゃえば後半は楽になるんだね。なんかもう何でも、基本的に何でもです。このデッキはあのトルネが2個あるっていうので、まあ、トルネミラーでトルネトルネがあるわけですよ。だから別に相手のバルーンとかも施設ないけど、トルネトルネキング起動ノーダメとかもできるし、まあゴーレとか、なんだろう、別に何でも本当にキング起動ができちゃうわけなんで、とりあえずキング起動してからが試合開始ですね。はい、なんか噛んだけど、基本的にキング起動しなきゃ逆に勝てないというか苦しいですね。いやーマジ、まあゴーレムな、まあ、ディガー削りっすよね。であとは一回キング起動さえしてしまえばプリンセスで思った以上に溶けてくれるので、プリンセスミラーの、まあトルネ下げが基本的にはいいっす。うおー熱い、プリンセス16さ耐えたわ、あのウッド耐えたね。さあでダメージは今ちょっとやばいやんってなるんですけど、まあぶっちゃけこっからなんで、すごいな相手のね、気合のゴーレムが来たね。さあ、あのプリンも巻き込みたかったね。こんにちはプリンちゃん。さあウッド若さの、まあ自信すぎてやばい。はしまいプリン削る、プリンに対応してきたらこのディーガーが入る。いいね、860ですね。やっぱこの序盤のキング起動が熱いですね。まあ、間に2レベルがなんか可愛いのもあるんですけど、端前ゴーレムぐらい来そうですけど。さあ、ウッドで削りながら、まあ、あとはもうプリンセス出しまくっとけば、マジ。プリンセスね、結構壊れなんですよね。ああ、いいトルネだ。マジ、下方した方がいいんじゃないでしょうか、運営さんっていうぐらい。いやーね、これはマジで内側に寄せながら、プリンもしばきながらのウッドトルネで、でもあれ落ちそう、落ちねえから。いやマジで怖いんで確実に守ります。はい、まあ確実に守るといえどキングが落とされることだけは気をつけないといけない。さあでこれマジで横のタワーも一応気ぃつけながら、よしよしよし、さあウッド2周でフィニッシュ。え待って、ボーラーでやばい、えオーブねー、まあさすがにね、そうさすがに、まあタルビ13だしね。いやここでさこんなギリギリだと結構渋めか、意外と苦しい。まあカンストな、言うのかゴーストかとか悩みますね。理想はゴルナイだけど絶対オンライン、なんかねえかな。別にこのディガーをゴブリンバレルにするとか別に何でもいいんですよ。そうだからまあいろんなミラーデッキ使いながら、まあ軸はこれだけどっていうのでやっていけたらなと思いますね。さああれ俺トルネもう一個上だったな、俺痛すぎ、なんかホグが、おお変な移動の仕方してたね。さあホグ取れねえだろっつって、ねえクロータルベ13、あれタルベ13の巣に迷い込みましたね。おいしいの、てかこのマイクのアカウントマジで久々に使って、なんだいつ使ってた、もうプロリーグ1年目とか2年目の時に、まあ主に1年目かに使ってたから、言っちゃえば4年ぐらい前かにメインで使ってたから本当にね使ってなくて、マジトロが4000とかだったんですよ。そういやでさすがに4000は動画回さんでいいやろっていうことで、そうかけてねこそこそ上げてたんですよね。でそろそろちょっと敵も強くなってきたんですけど、まだ俺の方が強かったですね。いやーねこういうのはちょっとプリンセス延命したいからね。16の前、いってらっしゃい。いや、でもディガー強いんじゃね？もうちょっと頑張ってほしいな。はい、ウッド使うけど残ってく。これガチでえぐいな。多分相手のウッド14でも、ん？あれ？なんで耐えた？ 13 なんだ。はいはい。だってミラープリンじゃなかったね、今。普通のプリンが残ったもんね。さあ、多分相手のウッドのレベルが低いんでしょうね。12なのかな？わかんねや。さあということでコウモリで回収しながら端前プリンで削ってからポーンですよ。もうなんかね
このデッキね、決まると美しいんですけど、もう決まんなきゃ地味なんでね。ガチで。だってもう敵取りなんか守って、ディガー飛ばしてるだけなんですよ。だからね、場合はいい時と悪い時の差がすごいね。で、あとはもう暇だったら、てか、まあ2話テーマ入ったら基本的にね、プリンセス、双子です。はい。可愛い双子ちゃんなんでね。2体出してあげて、で、プリンセス16は、なんとね、ウッドでは殺せません。あなた14で無理だったんだから無理でしょ。さあ、で、一生マジで、プリンプリンこれしとけばいいですね。うん。で、これね、延命したかったけど、滑り込み来たので、よし、しっかり竹取ってあげたからね。勝った方はファイアボで行かれる。いや、これ、セムウッドまで行っちゃおう。にゃー待って。なんか悪いわけではないんですけど、なんかいいわけでもないっていうね、今日の場合。特別輝いたプレイもしてない。さあ。いやー、マジでめっちゃくちゃ下手くそなトルネしてるんですけど、なんかプリンセスとキングギドのおかげで勝てそうですね。さあ、ネクロ咲いたかな。もうこっち側、一目に行ってもいいかもね。バルキリー？バルキリーを処す。プリンセス出す。プリンセス出そうゲイ。さあ、まあ順調かな。どれぐらいいくときつくなってくんだろうね。まあ序盤、まあ、シーズン序盤なので、なんなら33日やば、早い段階でもう7戦とかね、本当に近いうち行ってロカランの上位行く説あるね。ロカラン上位行ってラットワカも上げて、にやかで、ワン、ツー。いや、世界一もな、当分取ってねえからな、シーズンの途中も。そう。ちょっと狙いに行きたいね、今季は。今季は頑張ろう。久々に取り上げ、がっちりたいと思ってはいます。思っているだけ。いや、マジでなんもない。なんで？痛すぎ。プリンス、プリンス。プリンセス。ん？プリンスヤナメですね。エレキはもうちょっと残ってるとキング起動できたっすけどね。痛い一発。さあ、ヤーメエレキプリンス。何のデッキだろうね。この辺で何のデッキって考えてさ、当たることとかあんのか？無駄か？おい、ファルチェ。久々に見んね。ファルチェか。ファルチェ。ファルチェか。いやー。あー、これ、キングギドファルチェでしようとしたけど。待って、やべ。いやー、めっちゃ微妙になる。もうでも、美味しい。これって言うのでさ、そういえばプリンスの突進受けれるようになりましたね。いやー、13、もろすぎ、いじめないで。さあ、今回の相手は、まあ、バルーンなので、ちょっちトルネートルネでキング起動したいですね。まあ、最悪あとはファルチェを手前に引っこ抜いて、プリンセスの斜めキング起動っていうのもありですね。さあ、暇なんで、ディガコーで削っていこうか。エレキ、ああ、これでもいいや。さあ、エレキも内側にこう引っ張ってあげると、キング起動できますね。HP 少ないとできないんで気をつけてください。いや、マジでね、なんだろうな、クラロワの、そのトルネードって結構ほんと壊れてるんですよ。単純に壊れカードで、トルネあればね、マジでぶっちぎり何でもできるんですよ、クラロワって。本当にトルネあるだけで。そうだから、トルネをね、まあ使ってないなら別に使ってないでもいいんですけど、使ってる方はもうなんかね、トルネのいろんな使い方知り得だと思うので、よいしょ。トルネね、マジで輝きまくれるんでね。やっぱ世界トップでもほんと使ってる人多いですから、なんかいろんな技を知っといてね、損はないと思いますね。いやー、熱い。これプリンも残ってるから相手、両方対応したいはずだ。スターでプリン出して、ヤナミも使ったんで、近場にね、音もしてあげてください。いやー、もうこれするだけっすよ、だって。ね。チンパンです。エレキ潰していきたい。潰せねえか。いやー、でもいい。コウモリちょっと耐える。で、ウッドで、しばきながら、そしたらまたね、新しいプリンセス産んであげればいいんですよ。よし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 。
いやーこれガチでえぐい。あ、とか言ってダメージあんま勝ってねえな。いやーさすがに右か。いやダメ使った。これ結構渋いんじゃない。ワンチャンスケベに取るね。あーエレキ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 厄介だね。さあでもディガーでカツカツを削ってる。低めプリン出しとくか。プリンプリンしちゃってどうするこれ。暇になっちゃうな。暇になるのがね結構一番危ないんだね。まあこれはプリンスいないとこに突っ込ませようか。さあこれはなんかいっぱい範囲でしばけそうだね。気づけば相手のユニットは何もいねえ。さあしかもこれは言うので延命していく。お姫様なんでねしっかり延命できそうだったらしてあげてください。これはもう終わりかな。 OK。 さあということで、いやミラデッキ久々に使ってるものやっぱ楽しいね。ね、いろんなパターンがあるからね。立ち回りも本当に無限に出ちゃうので、まあそこはミラーの難しさだったり面白さかなと思います。ということで、今日からできるだけ毎日ねミラードを上げていきたいと思いますので、ちょっと8000ね、まあ僕も頑張りますけど皆さんもロングシーズンなので、まあ8000だったり7000だったり最多更新ね、目指してぜひ頑張ってください。よければねチャンネル登録もねお願いします。ではお疲れ様でした。